一郎選手っていえばたまーにテレビとかで現役の時に出てましたけれども私のイメージですけれどもすごく準備をする選手だったと思いますおはようございます。関の康博です。関康で少しですねと私の体調が悪くて、えー、本日の名言が取り上げられなかったんですけれども本日からまた 取り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします本日の名言はですねイチロー選手イチロー選手の準備に集中することができましたそれが全てだと思います皆さんイチロー選手といえばもうご存知の素晴らしい選手ですけれどもここでですね彼の経歴を少しご紹介していきたいと思います現在ですねシアトルマリナーズの 会長付き特別んかインストラクターってことは何か教えてるんでしょうかコーチではないみたいなんですけれども2001年だったかな日本人初の野手のメジャーリーガーですよねそしてですね MLB メジャーリーグのシーズン最多安打記録保持者262本の素晴らしい記録を持っている選手で日米でですね28シーズンプレーを した選手です MPB 日本のプロ野球と MLB メジャーリーグですねのヒット数が4367本ということでこれはギネス記録イチロー選手っていえばたまーにテレビとかで現役の時に出てましたけれども私のイメージですけれどもすごく準備をする選手だったと思います。えー、準備運動とか なんか器具を使ってやられててましたしとても道具を大事にする選手だったなと思っていますこれはですね私もこの間 YouTube で見させてもらったんですけれども清原選手なんかもとても大事にする選手でしたよね、うん、だからととてても道具を大事にする選手だなと思っていますまさにですね道具を大事にするっていうことはやっぱりそれをベストに使えるような形で持っていくためにやってると 何,何事もですね雑だとかギリギリ前の出社だと急なイレギュラーな対応っていうのがなかなか難しいんですよね私もそうなんですよ準備を怠るとどうしてもイレギュラーな対応に対して冷や汗をかいたりとかえこんな思いじゃなかったのにっていうことが多々ありますだからですね準備をきちんとしておけばイレギュラーな対応にもできますしまさにですね 普通のことっていうのは普通にできるんですけれどもなかなかねそうまっすぐなことがずっと起こってくるわけじゃなくていろんなことがパターンがあっていろんな場面があると思います出会った時にですね準備を怠っていた時はすごく失敗をしますし準備がきっちりできてたらあこの対応はこっちにこうするんだっていうことできちんとできることがあります これはですね、先週もちょっとありましてですねプログラムで入ってないプログラムとかがあって <laughs> びっくりすることがあるんですけれどもまあ,あの調べれば何とかなるんですけど、まあその時はちょっとビビりますよ本当に入ってない時はただ準備をして何が違うんだろうという冷静な判断になると自分できちんとできるようなことができますこれはやっぱりね全然やっぱり考え方が変わってきますので準備を怠らないことが大事だと思っています 仕事の準備がきちんとできいるでしょうか。準備イコールイレギュラーな対応もできる。だからいつもいいプレーができるということで、一郎選手は素晴らしい選手だったと思います。私の大事なものって何でしょうかって言いますと、このパソコンだとかスマートフォンだとか、道具ですよね。この道具を、えー、とても存在に扱うんではなくて、やっぱり大事に扱っていきたいと思っています。 動画をとも撮るのもですね、本当に大事に、大事に撮っていきたいと思っています。本日も一日よろしくお願いいたします。ご視聴誠にありがとうございます。概要欄の方にですね、本日の名言と朝7時に届くメルマガの登録がありますので、メルマガの方は登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。